うわあ、なんだ、びっくりさせないでくださいよ。ほら、あなたも隠れて。あそこに先生がいるでしょ。あの装備、きっとこれから実地で調査に向かうんですよ。でも準備が甘いな。え、なら直接家って、そんなことは。今さらどんな顔して会えばいいのか。うわあ、あった！ちょっと何をするんですか！おや？聞き覚えのある声と思ったら、なんだ、ライト君じゃないか。先生、ようやく出てきたようだね。ほら、行くよ。次の調査だ。一人だと面倒だったんだよ。え、先生、僕は。おいおい、何をぼさっとしてるんだい、ライト君。君は私の助手なんだろう。だったら早く来たまえ。はい。ああ、先生、何ですかこの備品。また余計なものに研究費使いましたね。余計とは失礼なことを言う。研究者とは、必要と思ったものは迷わず即決で用意するものだよ。ああ、こんな適当に数だけ揃えて。うるさいね。そういうのを調整するのは君の仕事だろう。いない方が悪い。わかりました、わかりましたよ。僕が戻ってきたからには好きにはさせませんからね。それは研究者として承服しかねるね。